ハローエブリワンということで、今回はですね、今日都市伝説の動画なんでちょっとね、挨拶怖くしてみたんですけど、今回はですね、この集まる動物の森のですね、都市伝説っていうのがネット上でね、まあまあ出回ってるわけなんですけども、今回はネットに出回ってるあつ森都市伝説、多分4000！ちょっと曖昧ですね、多分って。今回はネット上に出回って、あつ森都市伝説をですね、試していきたいと思います。で、これ、ね、早速まず1個目、Yahoo! 知恵袋でですね、こんな質問がありました。あつ森内の時間で、4月4日午前4時44分44秒に自分の家に入ると主人公が、あっという顔をして、貞子が出るそうです。対処方法は、ゆっくり近づき、話しかけると、ありがとう言って、消えるけど、逃げたらサーバーダウンするみたいなことを、ワザップで見かけたのですが、本当でしょうか？これなんとあつ森で貞子に出会えるらしいんですよ。ということで、こちら早速試していきたいと思います。いや、これは本当だと思うわ。逃げたらサーバーダウンするみたいで。サーバーダウンってどういうことだ？これ4月4日の4時44分でございます。あと44秒したら家の中に入りたいと思います。やべえ、俺もう今から貞子に会うの俺嘘でしょ。それでは入ります。よいしょ。さあ、時間になりました。さあ、ここで、主人公が、あっという顔をして、貞子が出る。オッケー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 。来るぞ。貞子が来るぞ。来るぞ。おー、すごいすごい。ほんとに今さ、あってなったよね、今俺。あ、これガチじゃない？これ来るんじゃない？おい、貞子。おーい、貞子。これ貞子？これ貞子かな？これ貞子？これ貞子？いや、これただのゴキブリだよな。これ貞子じゃないよな。ゴキブリだよな。あれ、貞子？あははー！貞子に会えなかったよー。次の都市伝説はですね、僕の動画のコメント欄にもあったし、知恵袋にもあった都市伝説なんですよ。あつ森を裏世界に行ってほしい。生き方。2000年5月8日に戻ります。そして、たぬきちのところに行き、話しかけます。そうすると、裏世界に行きたいというのがあります。それを押します。そうしたら説明みたいなことをされます。そして、たぬきちに化石をもらいます。その次に、ふうたにその化石を渡します。2回風太に話しかけます。その時点で化石を渡してしますと、裏世界に行けなくなってしまいます。そしたら空港にキモールに話しかけます。そしてお出かけしたいを押します。そしたら裏世界に行きたいとあるので、それを押します。そして秘密の島のお話を聞くか聞かないかをは任せます。そして出発を押すといけます。データが消える可能性もあります。かっこ消えます。ということで、データが消えるみたいです。データが消えるみたいですね。やっべ。どうしよう。やっべ、俺データ消えるんだって今から。ということで、5月8日に戻ります。これで起動。え、ちょっと待って。え、待って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 、怖い。え、スマホが鳴っている。ちょっと待って待って待って。うわ、これ来たでしょ。うわ、これ間違いないわ。これガチだわ、絶対。これ来てたしかも。うわ、絶対これあれでしょ。裏世界に行くか行かないか聞かれるやつでしょ。うわ、待って、これガチだ。もしもーし、あかなさん、プロキシだも。うわ、やばい、やばいやばい、終わった。ちょうど今ね、日頃お世話になっている方をめでなんだ、メーデツアーか。なんだ、びっくりした。とりあえず、タナクシに話しかけてみよう。ここで裏世界に行きたいという項目があるらしいんすよ。何をすればいい？家についての相談、インフラ整備の相談、間に合ってます。ねえじゃねえか！これ次はですね、結構有名な都市伝説ですが、動物の森で暗い日曜日と検索すると死ぬって本当ですか？ここで、リクエストする曲で、決定。それじゃあ聞いてくれ、赤坂に捧げる暗い日曜日。ああ、終わったな、俺死ぬわ、これ。ということで、今から聞いていきたいと思います。おちゃちゃ丸も来た。おちゃちゃ丸も死んじゃうぞ。さあ、聞き終わりました。なんでね、ほんとは僕のね、なんて代わりに、早いとだけ行け。死にませんでした。これ最後の都市伝説はですね、土曜日の午前3時33分にテレビをつけたら宇宙人が現れるということで、これはもう間違いなく嘘だと思いますね。これはなわけないですよ。ということで3時33分になったらテレビつけましょう。うぎゃー